極限まで時が圧縮され、意識のみがかろうじて捉えるネテロの残像を追いながら、ある感情に支配されていた。敵への惜しみなき称賛。これだ。両の手のひらを合わせ、攻撃への起点とする所作、それのみが世の稼働速度をはるかに上回る。戦闘において近いはずの無駄な振る舞いが世に勝る武器として成立している矛盾。何故奴がこれを体得するに至ったか考察することに意味はない。到底合理的な道筋ではたどり着けない場所だからだ。おそらく狂気にすら近い感情に身を委ねたのだ。5年あるいは10年か。それのみに没頭したのだ。